パトリック・ジョセフ・ケネディは、アメリカの政治家。ジョセフ・ P ・ケネディの父で、元アメリカ合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディ、元アメリカ合衆国上院議員、ロバート・ケネディ、元上院議員、エドワード・ケネディの父方の祖父。パトリック・ジョセフは、貧しいカトリック系移民のパトリック・ケネディと、ブリジット・ケネディ夫妻の5人目の子供として生まれた。両親は、 アイルランドのウェックスフォード圏ニューロスの出身であったが、カトリック教徒が資産を所有する、教育を受けることなどを禁じたカトリック罰速法と、基金が脅威となって、アメリカへの移住を決めた。そして、大西洋を横断し、マサチューセッツ州のボストンにたどり着いた。二人の第一子だった息子ジョンは、パトリックが生まれた翌月に、 ボストン東部で流行していたコレラで亡くなり、父も同じくコレラに屈した。パトリックはその後ケネディ家の男性で唯一生き残り、ケネディ家で初めて正式な教育を受けたが、14歳からは母と3人の姉を支えるため学校を中退して、ドックで公安労働者として働いた。1880年代には蓄えた給料でバーを立ち上げ、それは その後ボストンの上流階級が利用する社交場になった。そしてバーはドック内で2番目の売り上げを誇る店となり、彼はわずか20代で州の会議員に当選した。当選後はボストンのウイスキー輸入会社を将来有力だと考え買収した。彼が1929年に亡くなる時には石炭採掘会社の相当な株式を持っており、彼の財産は死後、 ボストン東部のジェフェリーズポイントで一人の息子と二人の娘の立派な家を建てた。パトリックは常に少しの現金といくらかの懸命な助言で裕福ではないアイルランド人を手伝い、ボストン東部の大部分の人々の交換と尊敬を得ていた。彼はマサチューセッツ州下院議員を1884年から5年間務め、その後は州の上院議員を6年務めた。 彼は、ボストンの主要な民主党議員として、名声を確立し、セントルイスで開かれた1888年の全国党大会では、グローバー・クリーブランドからスピーチをするため招待された。1895年に政界を引退した後には、様々な選挙委員会や民主党の非公式戦略委員会の委員として、政治キャリアを費やした。 1887年11月23日にパトリック・ジョセフ・ケネディはメアリー・オーガスタ・ヒッキー・ケネディと結婚した。なお、エドワード・ケネディの息子であるパトリック・ジョセフ・ケネディは本校のパトリック・ジェイ・ケネディの彦である。1914年に彼の息子ジョセフはボストン市長を務めたジョン・ F ・フィッツ・ジェラルドの娘、ローズ・フィッツ・ジェラルド・ケネディと結婚した。ジョセフとローズの結婚は、 本質的なケネディ家の政治家族を作り、二人の間には、ジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニア、ジョン・ F ・ケネディ、ロバート・ F ・ケネディ、エドワード・ケネディを含む多くの子供たちがいた。ありがとうございます。